ホリエモンチャンネル。僕ね、一個提案したいのは、まだパラスポーツが健常者に開かれきってないんですよ。つまり車椅子バスケってあんなに面白いのに障害者だけで独占してしまってるのがもったいないなと思ってるんです、健常者もやれるんですよ。車椅子座ればいいだけって。確かに、はい、でもね、頭の硬い障害者がいっぱいいて怒るんですよ、それを。あ、そうなの。なんか車椅子っていうのは我々にとって足代わりの、要は福祉機器であると、その福祉機器を健常者が遊びに使うなんてとんでもないとかいう、むしろそっちの方がとんでもない考えだと僕は思ってるんですけどっていうふうに否定をする人がいるんだ。それ新しいな。でもそうか、それありなんだ。例えばスキーとかスノボをやられる方いらっしゃいます？はいはいはい、いるでしょ。それってスキー板とかスノーボードっていう用具を使ってスポーツをしてるわけじゃないですか、はいはい、それと一緒で車椅子という用具を使ってスポーツをするっていうだけの話なんですよ。で、実際最近は大学とかで健常者の車椅子バスケのサークルとかがちょこちょこでき始めてるんですよ。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ面白くないですか。へえ、面白い。オープンの大会とかでは健常者参加 OK っていう大会とかもでき始めてるんですけど、公式戦はまだダメなんですね。で、その辺もちょっと垣根越えられないかなと思っていて、実は車椅子バスケって出場していい選手のルールっていうのが決まっていて、障害が重ければ重いほど 0.5 ポイントっていうものすごい低いポイントが与えられるんですね。で、障害が重ければ重いほど、軽ければ軽いほど 4.5 っていうとても高いポイントが与えられてしまうんですね。で、5人出場している全員の点持ち点を足して何点以下にしなければならないっていうルールが定まってる。だったら健常者をもう5ポイントにしちゃって、なるほど、健常者ばっかりでチーム組めないようにしたら同じ公式戦でも出れるのになと思って。そうですね。そういうのもめちゃくちゃ面白いと思うんですけどね。面白いですね。あれすごいダイナミックですもんね、あとそういう融合いろいろできるなと思ってて、これも 2,3 年前からちょっと盛り上がってきたブラインドサッカーってご存知ですかね、はい、視覚障害者の方のあれコピーかっこいいんですよね。キャッチコピーみたいなのが電通の方が考えてるんですけど、中田英寿さんが現役で代表をやれてた時からこうノールックパスとかいう言葉が我々にも定着したじゃないですか、はい、こっちを見てるのに出したい方向を一切見ずパッとこっちにパス出す、はい、ノールックパスっていうんですけど、ブラインドサッカーのキャッチコピーが全てがノールックパスっていう。なるほど、めっちゃかっこいいですよね。かっこいいですね、で、まあ、なんか面白いことできないかなと思っていて、実はブラインドサッカーってゴールキーパーだけは見えてていいんですよ、つまり、目の見える方がゴールキーパーとして参加できるんですよ、そこを例えばなんか皆さんがよく知ってる選手で言えば川口芳勝選手、もう私の一個目なんて多分今年42とか3になるはずなんですけど、ああいう方に日本代表ブラインドサッカーのゴールキーパーとかになっていただくとめちゃくちゃ盛り上がるし、みんなが多分見ると思うんですよね。なんないんですか。多分本人はまだ現役にこだわりがあるみたいで、 J3 の相模原とかでまだやられてるんですけど、ただ昔横浜マリノスでやられた榎本達也さんという当時の正ゴールキーパーだった方が今ブラインドサッカーのゴールキーパーとしてやられてるんですけど、はい、そういう動きがもっと出てきたら面白いのになと思って。あれブラインドサッカーってどうやって見えてるんですか。鈴が入ってるんですよ、ボールの中に、はい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 、だから、それを蹴ることによってボールの動きを察知してドリブルしたりパス出したりってやってるんです。だから見えては一切ないんです。ぶつかります、はい、声かけてますよね。そうですね、右とか左とか、はい、後ろとか。でも本当にブラジルの選手の名前忘れちゃいましたけど、なんとかっていう選手マジで6人抜きとかするんですよ。お前絶対見えてるだろうと思うぐらい本当にすごいドリブルするんですよ。ああいうの見ると人間ってすげえなって思いますね。ああ、そうなんだ、はい、見えてないんですかそれ。見えてないはずです。つけますからね、見えてる弱視の人とかも含めて、はい、要は
あのアイマスク、アイマスクみたいなのをつけてやんなきゃいけないんで、はい、絶対に見えないです。あ、そうなんだ。だからみんな条件を一緒にするために、弱視の人も、まあ、失明しているような人でも全部あの同じ条件になります。だから見えてる唯一のゴールキーパーがコーチングっていうのをして、あの右だ左だとかどうだって指示を出すんですけど、川口選手はそれがすごい得意な選手なのに、でちょうどいいかなと思ってたんですけどね。面白い。俺でもあれですよ、来月、ん、今月か、あ、来月か、ピョンチャン、ピョンチャン今月です、うん、今月だ。パラリンピックは来月ですね、3月頭。ピョンチャン本番が2月で、パラリンピックが、オリンピックが2月、オリンピック3月ですね、はい。パラ見に行きますよ、グリム君。うん、グリム君、メソご存知ですか、あの成田三兄弟の末っ子になるんですね、はい、そうそうそう、はい、成田ドームの弟です、はい、がなんかトランポリンで練習してる時に怪我したんですよ、足を、はい、でパラリンピックに転向して、でスノーボードで見事日本代表になって、はい、僕はトライアスロンチームが一緒なんで、うんうん、そうそうそう、からトライアスロンもやってて、うん、春夏パラリンピック出るつもりみたいですよ、うんうん、いやだからそのこの堀江さんのオンラインサロンの会員だったり、堀江さんに興味があってこれに来てくださるような方は、多分ね、オリンピックよりパラリンピックの方が今後面白いっていう時代になってくるんじゃないのかなと思っていて。いや、なってくると思う。ね、だってオリンピックなんかもう既得権益でガチガチで、何も変えられないし、何も参加できない中で、パラリンピックなんかまだガラガラなわけですよ、うんうん。ようやくスポンサーが、あれ、これそろそろ金になるんじゃねえかと思って応援をしてくださるようになりましたけど、うんうん、実際にその、協会のメンバーとして、その、組織を運営していくっていうところも人材不足ですし、あの、選手の路地回りをやるところも選手不、あの、人材不足ですし、いろいろやれる、ことが多いんですよ。なんか東京パラリンピックで何かやるんですか。やりたいんですけどね、ちょっとやれないような立場になっちゃったんで、ね、そうなのどうなんですかね。そうなの、なんかさ、はい、そろそろさ、はい、不倫について何か言おうよあ、それやっぱり俺みんな絶対手を挙げないと思うけど、ここにいる結婚してる人のまあ7割ぐらいは不倫してると思いますよ。結構高く出ましたね。結構いきますね。いや、俺だって俺の周りの既婚者で不倫してないやつ一人もいないもん。あ、言わないよ、誰が不倫してるとか絶対言わないよ。でも全員だったら言ってるようなもんでしたね。ねえ、今、ね、今言ってるようなもんでしたよね。俺だけは違うって言ってた。そうそう、言えるけど、全員って言ったら言ってるようなもん。じゃあ、99% にしましょう。はい、99%、はい、まあ、知ってる限りってことね。気づいちゃった、今。いいところに気づいたね。いいところに気づきましたね。すごいナイスツッコミでしたね。うん、あ、よかったです、はい。いいところに気づきましたね。はい、うん、確かに確かにね、確かに確かに、うん、99にしましょうね。でも本当なかなかレアキャラだよね。あ、でさ、そいつも俺に言ってないだけでやってるかもしれないしね、うん、あ、知らない人に関してもね、うん、そう、わかんないじゃん、そんな、うん、言わなきゃね、うん、そうですね。なんなんですか、あの建前は。どうなんですかね、まあ、不倫、そうね、することでうまくいってる家庭もあるかもねっていう話ですよね。いや、いや、もちろんそれもあるだろうし、やっぱり飽きるでしょ。あの、そう、それはだから、その人間関係に飽きるってことじゃないですよ、うん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 、人間関係は割と長く続くじゃないですか、うんうん、それもともと波長が合うわけだから、もともと波長が合うからよく会ったりとか一緒に住んだりとかしてるわけだから、うんうんうん、別にその人的に嫌いになることってめったにないと思うんですけど、うんうん、そのよっぽどね、うん、あの結婚してみたら性癖がすごかったとか、うんうん、何笑ってるようなのか、いや、 いや、そんなあるかなと思って、はい、ありますよね。で、いや、そういう風になってるのに、まあ、そ、性的な関係とかが多分その飽きたりとか、うんうん、いろいろあったりとかすると思うんですよ、うんうん、あの僕結構若い世代と絡むことが多いんですけど、20代の子たちがものすごい結
婚というものに絶望をしていて、うん、なんでってよくよく聞いていくと、もう今人生100年時代って言われてるじゃないですか、うん、はい、でまあ20代のうちもしくは30ぐらいで結婚した場合70年パートナー変えちゃダメよ、うん、でよそ見もしちゃダメよって正直無理だと思います、うん、だったらそれでもこの今の不倫 NG みたいな風潮だと、うん、結婚 しない方が絶対いいですよねって20代のやつらみんな言うんですよ。いやこれは2つあって、うん、でもすげえ結婚したがってる女子もいるんですよ、うんうん、あ、うん、すごい、うん、20代前半とかで、うんうん、あ、だから僕に言うのはやっぱ男子ですね、うんうん、あ、男子はもうそうですよ、うんうん、でも女子もまあだから女子は2つあって、もうなんだろう、働くの嫌だみたいな、私は頭も大して良くないし、うん、なんかめんどくさいみたいな、うん、大学生まで遊んで暮らせるじゃないですか、うん、てか遊んで暮らせるような社会規範じゃないですか、うん、社会規範ね、うん、でなぜか就職しなきゃいけないことになっていて、うん、でそういう女子って銀行とかに行っちゃうわけ、うんうん、もう銀行とかオワコンだと思うけどさすがに、うんうん、でも行っちゃうんですよ、うん、親受けがいいから。そういう人たちがもう働きたくないから、うん、さっさと結婚して養われたいみたいな感じの結婚願望はすごい、うんうん、もうつまりあのとりあえず金出してくれる、いや、なんか自分がまあまあまあ好きな男性だったら誰でもいいわ、うんうん、みたいな感じになってる、うん、まあ誰でもいいわってことはないけど、うんうん、まあまあね、若いうちにこう女性の魅力を使えるうちに結婚したいみたいに思ってる人たちは増えてる、うんうん、だから結婚する意味ないですよ、だから そういうふうに考える、それ以外の経済的に考える。最近は気になってるのが、うん、俺らもう結婚される気ないじゃないですか、はい、で、でも僕らの周りで結構再婚をされる方いるいるいらっしゃるじゃないですか。いるいる、不思議でしょうがなくて。俺も不思議でしょうがない。たまに聞くんですよ、うん、なんで再婚しようと思ったんですかって言ったら、うん、まあ、いろんなことを答えられた方いらっしゃったんですけど、一番ストーンって落ちたのがあの夏野さん、うん、夏野さんのコメントで、うん、あの弱ってたからって言いました。ああ、弱ってたからね、うん、まあ、弱ってたからってのはあるんですよ。弱ってたからってのは結構あるんですよ、うん、そう、人間弱ることってあるじゃないですか、うん、大病を患うとか、うんうんうん、捕まるとか、うん、僕笑うとこですよ不倫で戦う、叩かれるとか、うんうん、あるんですよ、いろいろ。そうそうそう、弱ってる時になんかそのなんか優しくしてくれた女の子に、うん、そばにいてくれたとかよく言いますよね、に結婚しようよって言われたら、うん、そうだねまあそれが落とし穴だったりするんですけど、あ、なのでそこは毅然としてあの弱ってる時も頑張る、負けない、負けない。 何と戦ってるんですか。いやあのだからすごい多様な多様な社会を作った方がいいですよって話です、うん、ね、みんなが同じ規範に乗っかる必要はない。もうそれもそうだし、そのやっぱ70年間連れ添うみたいなのって、うん、大変よね、うん、うん、たまにはよそ見したくなるよね。だからもうちょっとこう家族というものの定義が多様化したらいいなと思っていて、最定義したい、うん、だからなんだろうな、今までの家族っていうのはお父さんがいてお母さんがいて、子供がね一人二人います、でなんならおじいちゃんやおばあちゃんも同居してます、これがザ家族だったわけですよね、うん、でもうよくねっていう話で、だ例えばなんだろうな、じゃあ僕も堀さんも今後おそらく独身で行こうと思ってます、まあ、でもなんか一人で生活するのがまあ楽だと思ってる時間帯もあれば、まあ、そろそろ誰かと住んでもいいかなと思う時も来るかもしれない、だからといって結婚する気もないって言った時に、そう思ってる同士が一緒に住んだとするじゃないですか、でそれが例えば5年10年っていう付き合いになってきたら、もう僕それ家族と呼んでいいと思ってるんです、うん、俺もっと拡張してるよ、うんうんうん、だからもうなんかすごい仲いい友達とか家族だと思ってるし、だって一緒にいる時間すごい長いじゃないですか、うんうん、だからそういう人たちがすごい、まあそういう人たちを増やしていくことが、うん、そのまあ、いわゆるバーチャルの家族、まあうん、まあ家族ですよ、それファミリーですよ、うんうん、
あのシェアハウスってもう当たり前になってきましたけど、僕この前聞いた概念でニアハウスっていうのがあるらしくて、さすがにね、もう年食ってから同じ部屋の中で、うん、一つ屋根の下の中で、あのおっさんたち同士で暮らすっていうのはさすがにこれしんどいと。だけどニアハウスという概念で、例えば同じマンションの中で友達5人が全員部屋借りる、で、なんか困った時は子供預けたり、まあ、なんか暇だなと思った時は飯でも食いに行かねって誘ったりっていう、うん、それぐらいの距離感って、なんかこれぐらいの年になってくると、あ、ちょうどいいかもなと思ったり。いや、なってますよ。ね。うん、なってるなってる。うん、だから夜飲みに行く時に、みんなで行くスナックみたいなのあったりとか、うんうん、昨日もあの、キングコングの西野くん作った、スナックキャンディーってとこ行ってきたんですけど、あの、そういう感じになってました。スナックって、森さんスナック行きます？スナック超行きますよ。僕あのずっと今海外回ってて、やっぱり日本帰ってこようかなと思ってるのはスナックの存在なんですよ、ね、ほうほうほう。海外にスナックっていう、あのちょっとなんかこう抜粋感あふれるなんかこうね、溜まってるもの愚痴とかをバーッと吐き散らかせるような場所ってなかなかないですよね。ないんですよ。ないですよ。なんかパブでウェーみたいなのありますよ、うん、あのスナックの雰囲気って独特で、あれはだから既得権益というか、うん、あれ本当はだから厳密に言うとあれカウンター越しだけど、うん、そういうの聞いてるじゃないですか、うんうんうん、だから接客に当たるっていうふうに言えるかもしれないですよね、うんうんうん、だからでもその辺はやっぱり伝統で、うん、まあなんかそういう、 こう警察もそこには踏み込んでこないというか、うん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 、まあ割とグレーゾーンの賜物なのかなと思いますけどね、うん、スナックって、うん、あれだけAI だって言われていろんな職業が奪われるって僕一番最後まで奪われるのはスナックですよ。スナックだ。いやだから飲食店もそうで、うんうん、飲食店ってスナック形式か、うん、コンビニのイートインか、うん、そっちに二極分化するんですよ、うんうん、まあざっくり分けるってですよ、うん、だから寿司屋って寿司を食わせるスナックだと思ってるんですよ、うんうん、なるほどね、うん、大将とのそのうんちくトークがいいわけですよ、ね、うんうんうん、ということで時間になりました。ありがとうございます。めちゃくちゃ取り留めもございました。ここで終わってしまいます。いい話、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。乙武宏斗さんでした。ありがとうございました。本日はここまで。六本木中の会場を20カ所以上利用し、ワインやグルメ、音楽、映画、30種以上の様々なコンテンツが目白押しのホリエモン万博。その中でも人気の豪華ゲストを招いた怒涛の講演会の模様を少しだけお届けします。2018年も全国各地でホリエモン祭りを開催予定。ホリエモン万博に来れなかった人もお近くのホリエモン祭りにぜひご参加ください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。内容を読み上げた天使が